なんか全然グリップが消えない。どうしたらいいんだ、くそくそ全然消えない。こっからどうしたらいいんだ、くそどうしたらいいんだ、くそどうしたらいいんだ、全然グリップが消えない。では下から襟を掴まれた場合の切り方を説明します。襟を持たれます。このままでいると状態を崩されて非常に不利なのでこれを切ります。袖を両手で持って切るやり方もあるのですが、個人的には手首を持つやり方の方が切りやすいです。両手でしっかり相手の手首を持って向こうに突き放すと同時に自分も少しだけ後ろに下がります。これを同時に行います。これで切れます。Dream Fantasy!